こ渋谷秘密と、まあ秘密まあライブしてるから。あーライブし、うちは秘密、秘密恥ずかしい。900人見えるじゃん。900人見てる。Oh my god。ライブ好きなの？配信。ライブ？ライブ？ああ、それは楽しい。楽しい？いろいろ人がたくさん。じゃあウスター、今度遊ぼうね。約束。分かった。Okay. またね。またね。What's your line? あれ教えて、さっきの。それはみんなの番。あれが私の line。みんなのメッセージ送れるでしょ。みんな送れるけど、あれしかない line。ああ、OK。みんなに教えてる。OK。悲しい。え？悲しい？一緒に写真撮っていい？いいよ。ストリームと。え、あ。あ、電話。OK。OK。ありがとう。I'll send you online. OK。Take care。ユナさん。マユさん、ごめん、マユさん、and アイカさん、yes. OK、じゃあね、バイビー、皆さん気をつけて、じゃあね、ありがとう、Thank you so much、OK、バイバイ、バイバイ、ありがとう、重いねこれさ、重いよね、何箱分、これね、ウスターでした。面白いよね。フレンドリーだね。てか英語喋れるんだ。そう、英語結構喋れる。マジ海外行けちゃうじゃん。ね。感覚でね。だいたい。外人面白い。だから海外配信はやっぱ。あ、マジだ。いや、やばいっすよね。よかったよかった。前なんかバレる。新のか。お腹空いてないよね。お腹空いた？実は足りなかった。実は足りなかったあれ。ありがとう。10個5枚。あ、ありがとう。50個じゃん。すごーい。ナイス。姉さん荷物ありがとうです。あ、姉さん入荷ありがとうです。いやこちらこそ。まあ、家で作るか。あ、やべ、2人来ちゃった。やばい、2人来ちゃった。もう一回、これの私先乗った方がいい。これ後ろにやってもらう。前行けんね。いける？あ、こっち向けるこっちに行こうかな。そっちに行く。どうしよう。これトランク乗せていいですか。あ、後ろにやってもらってもいいですか。待って、これ入るかも。ちょっといい。あ、これ行けるわ。いける？うん。ありがとう、3位だ。うわ、すごい、来た。やった、3位だ、よかった。山田さん抜かした？山田さんね、1位なんだ、山田くん。どちらまで？
住所言うんでいいですか。あー、ここがありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。山田くん2位なの？嘘。え、源さんが1位じゃん。あ、1位だ。あ、しかも山田くんと近いわ。結構キンキンだわこれ。行けるんじゃない？行きたいね。行きたいね。ジランドいるの？あ、そうなんだ。大変だったね、姉さん。ヘトヘトでしょ。ヘトヘトでだよね、うん、いいんじゃない、すぐ寝てもね。ゲンさんが1位だ、ゲンさんが強いよね。ありがとう、クラッカー。ありがとうね。あ、そうなんだ、ゼロワンと絡んでて。そうなんだ、 TikTok やってんじゃないの、ゼロワンって。うん、山田くんね、ほんとそういう、なんつうんだろう、ハイエナみたいなところが体力がすごいよね。だってうちらの中華邪魔しようとしてたんだよ、山田くんって今日。え？そう、俺も行くとか言って。マジで？そう。すごいね、行動力が。そうなんだよ。プリコーのお店に今から山田くん配信して。配信で。行けるんか。ホストクラブさ、うるさいよね、でも。わちゃわちゃ音が。あ、ゼロワンがふわ配信をしながらって、それ配信外で。私さ、ホストクラブ配信してみたかったけどさ、うんうん、めっちゃうるさいもんね。うるさい気がする、うん、しかもあんまり配信許可取れるところないよね。ある？え、あるんじゃない？そんな、うん、配信外な、配信外。知らん、山田くんはよう分からんけど。そうなんだ。わずかしかならなくてすみません。あ、ありがとう、デコネのリスナーさん、ルーネ、ありがとう、うん、ありがとうございます。あの、倍出してくれてありがとう。あ、すごい、ありがとうございます、うん、あ、なるほどね、山田くんが送ってるんだ、なるほどね。すげえ、なんかね、ラーメン食いたい気分。嘘でしょ。そう、まゆちゃん、どこにそんな入ってんの。なんかね、いえ、そっか、うん、姉さんも配信やるよ。うん、あとでやる。うん、姉さん、これ怒ってる、怒ってる。え、よくね、なんかね、怒っとる顔って言われるんよ。だけど、ね、ちょっとでもね、ちょうど、うん、あ、ちょっと一旦休憩しようと思って、うん、オフに入るじゃん、うん、そしたらね、結構、え、姉さん怒ってるってめっちゃ言われる。あ、そうなんだ、こらん、こらん、ちょっとね、今ね、眠たくてね、うんうん、ちょっとまゆちゃん任せな。そういけるんかな、今日、まあ、配信外とかさ、うんうん、普通にオフだもんね。オフ、オフ、うん、話したい時に話すみたいなさ、うん、そうそうそう、うん、今配信してないしね。リスナー今1位だね、これどうなるんだろう。でもそうだね、
1日だもんね。うん、姉さんはとりあえずマンスリー住むんじゃない、東京に来る練習で。うんうん、マンスリーね。でもね、マンスリーって、うんうん、私住んだことあるんだけど。マジで？うん。どうだった？え、なんか、うん、誰でも住めるの、お金払えば。うんうんうん、だから変な人多い、住んでる人たちが。変な外人とか、なんかこう、なんか訳あり、うん、なんかね、あれ身分証見せないでも泊まれるんだよ、マンスリーって。でもね、治安悪いって聞いた。そう、治安悪いね。やっぱそうなん。私マンスリー借りたけど、うんうん、でマンスリー代払ったけど、うん、行ったの本当にトータル4日間ぐらい。マジで、うん、まゆちゃんで。うん、いや無理だなって。まゆちゃん結構そういうの行けるよね、なんかね、うん、そこがたまたますごいこう病むところだったんかな。ちょっとじゃあ私無理だわ多分。うん、あ、そっか、韓国のホテル泊まってたから、うんうん、あ、でもあれは配信ずっとしてたから、うん、だけどマンスリーって私特定されたくなかったから、うんうんうん、ほぼ配信で見せてなかったの。だから配信つきれなかったんだよ、あんま。うん、ずっと配信外であそこにいるっていうのは、うんうん、多分無理だと思うよ、私も柴田理恵ハウスは。なるほどね、うん、ついてたかなってのあるよね。うん、まあ、それはあるかもね、確かに。配信ついとるのとついてないの全然違うもんね。うん、住めないよ普通に、リエのとこだって。で、虫いっぱい出たでしょ。そう、なんかでも1泊2500円、安い。よくない？うん、いい。で、しかも私が一番 VIP の部屋なの、うん、安い部屋1500円とか。マジで？ 窓があるかないか、うん、窓がある部屋で2500円、うん、めちゃくちゃ安い。え、でもさ、うん、窓なかったら圧迫感やばくない？やばい。3畳なんだよ部屋が。3畳？ 3 畳の窓なしって結構パニックになりそうじゃん。うんうんうん、そう、刑務所みたいだね。そうそう、本当、うん、刑務所だったよね。うんうんうん、2500円の泊まった。安いね。でも他もそんな感じ？いや、特別？あれは特別、超探して探して、うん、よく泊まれたね。だ、普通のホテルだったら、まあ確かに東京と変わん、うん、日本と変わんないかもね。そうなんだ、うん、そうそう、ね、なんか初日からね、虫がね、ゴキブリね。ゴキブリ、うん、ありがとうございます。姉さん住める？私は絶対に無理。あ、無理なんだ。もう絶対無理。潔癖？いや、ゴキブリが無理。あ、虫が？虫が本当に無理。え、じゃああれでゴキブリなかったら？いける。いける？うん。え、なんかもう階段とか、うん、なんかもう、なんかもうカップラーメンとかがもう投げられてる。うん、なんかもうゴミが投げられてる。そうなの？うん。それはちょっと厳しいかも。厳しい？うん。でも無法地帯みたいな？うん。トイレとかは？あ、トイレは自分の部屋にあるけど、洗濯機は、うんうん、あれ、洗濯機はね、うん、みんなで使う。使いたくないよね。取り合うんだよ、みんなで。あ、取り合うんだ。そう、洗濯機を2個しかないから、そのホテルに。え、何部屋ぐらいあるところ？ね、多分20部屋ぐらいじゃん。あ、そうなんだ、うん、そこにいる人たちが取り合ってるって感じか。そう、知って大好きだった、マジで。じゃ次は私、柴田理恵ハウスはさ、うん、まあもうなんだろう、私的には、うんうん、まあずっと止まらない。で、次の柴田理恵2号ハウスを見つけたい、ここまで来たら。うん、なんか第2のね、第2の、うん、寝返りできなかったね。あのベッドが細いの。たぶんあれ椅子をつなげてんじゃねえかな。そうなんだ。そんな細かったんや。そう。あ、そっか。プサンだね。プサン。プサン行こうかな。プサンだったらちょっと近いよね。
そうそう、プサンとソウルどっちも行こうかなって。へえ。プサンって海とかさ、うんうん、そっち系なんか、うん、らしいよ。らしいらしい。韓国楽しそう。楽しいよ。うん、姉さん整形したいって言ってたから、うん、整形配信いいじゃん。ね、整形配信うちもしてみようかな。うん、ただ、うん、マジで、うん、骨って大掛かりだから、うんうん、カウンセリングしないといけないもんね。そうね、多分何回か通わんとね。うん、1回じゃできそうね。私ってそのカウンセリング行って、うん、じゃあもうこの日にみたいな、もう明日明後日とかに予約しちゃう気違いなんだけど、うん、姉さん無理でしょ。ちゃんと一回ちょっと渡韓して、うん、カウンセリングやって戻ってきてどこにするか決めるみたいな感じ。そうだ、骨になるとそうなるね。だよね、普通そうだよね、うん、骨はねさすがに無理かも。うん、それ以外ならまあ、うん、いけるかもしれない。私おかしいんだよ頭。配信するのって。配信はするけど、うん、ああ焦ってる。2位が近づいてきてるよって、リスワン？イベントが？イベントかな。待って、あ、いいよいいよ、こっちで見る。見る、うん、ありがとう。ですか？20分ぐらい。マウさんかな。あ、イベント？うんうんうん。ありがとう、初コメありがとう。韓国編また見たいけど、整形。あのね、でもね、整形に終わりってないよね。うん、言うよね、そうやって、うん、まあ、何かしらできるかもしんないけど、もう鼻はいいんだよ、もう鼻は、うんうん、三軒茶屋住みてえな、ちょっと。ここ三軒茶屋なんだけど、ここがそうなんや。もう今ちょっと、もうなんだろう、街並みがあれだけど、うん、めっちゃおしゃれなの。三軒茶屋って。あ、そうなんだ。なんか芸能人とかも住んでるよね。あ、多いの。そうそうそう。金持ちエリアでもない、なんつうんだろうね。ただね、こう電車がだるいイメージ。うん、あ、そうなんや。うん、乗り換え？そう、下北も近いし、うんうん、芸能人やっぱ多いんだ。なんか聞いたことある、そういうのやばくなったし、ウスター狙ってたら。いや、いい街だなって思って。そっか、今もう場所もまだ決めてないのって、姉さんはさ。いや、もし、うん、住むんだったら、うん、足立区。足立区、うん、あ、足立区、うん、なんで？やっぱひどんなさんとかいるからかな。ああ、そうのか、うん、まあ、でも足立区は、うん、賃貸安いよね。そうそう、あと安いし、うん、やっぱ近くに配信者さんがおったら安心するかなみたいな。ね、うん、足立区ね、治安悪いっていうよね。そう、私パンツ盗まれた。そう、足立区で。え、でも1階に住んでたから、その時ね、うん、そう、パンツ2枚盗まれた。分かんないんだよ、それがアンチなのか、うん、そこの誰かなのかさ。それちょっと怖いね。でもなんか治安悪いっつってもさ、うん、日本だしね。
まあ本当にね、うん、うちのパンツは盗まんかもしれんしね。いやいやいや、うん、盗まれる、まあ1回はやめた方がいいよね。うんうんうん、うん、外に干したいじゃん。だってこう部屋干しってなんか臭くない？なんかこう、わかる、うん、女の子は1階に住んじゃダメだよ、一人暮らしで絶対にって言うよね、都会は。うん、都会はなの。うん、でもこっちなんか全然よ。そうなんだ、うん、でも田舎は人が少ないけどね。そんなことせん。あー10個もありがとう。50個だよ。あーピーちゃんありがとう。ナイス、ありがとうございます。2人ともきれい、ありがとう、ありがとうございます。そうレアでしょ、うん、でこね入荷します。そう配信、姉さんもうしないよ。だってもう 10時半だからさ、うん、あと1時間半。あとちゃん着いたらやろうかなって思ったけど、うん、そうそう、山田くんワンライブ入賞した。あ、そうなんだ。あ、お泊まり、お泊まり今日、うん、今日ね泊まらせてもらう。そう、虫がさ、あ、水虫なの？そうそうそう。あ、そうなんだ。うん。中村木の葉。私もあの水虫なったことあるけど。え、なったことある？ある。マジで治らんくて、うんうんうん、悩んで悩んで、うん、で水虫の友達に全部靴捨てろって言われて、うん、ちょっと。辛かったけど全部捨てたの。そしたら治った。え、そうなん、うん、やっぱその靴をどんなに洗っても、うん、死なないんじゃない、菌が。あ、なるほどね、うん、いやもったいないけど、でもそうするしかないよね。私はそれでやっと治った。すげえ悩んだけど。マジ、うん、え、でも分かんない、多分そんな水虫じゃないんじゃない。私、うん、もうこんなオーブンにしたらもうここら辺めっちゃ臭くなっちゃう。臭くなる。もうガチの水虫映っちゃってね、友達の。そう、友達の靴履いたら映っちゃってさ。いや怖い、いつなるかわからんよね、うん、あ、中村くんが、あ、中村くんが水虫なの。そうそうそう、あ、姉さんじゃなくて、あ、うちじゃない、中村くん。あ、そうなんだ、ちょっとごめん、ドキドキしてた。大丈夫かな。違う違う。あ、そう、よかったよかった。そうそうそう、中村くんが姉さんが水虫なんかと思った。違う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 、うん、中村くんが水虫で、うん、で、あのみんな靴下履いてきとったんよ、うんうん、でもうちサンダルで行ってしまって知らんくてさ、うん、後から言われて、うん、だから映る系洗った方がいいよって言われてさ、うん、えぇ、ー、みたいな。なるほどね、うん、そうそう、姉さんだと思ってた。あ、本当に。いや、さすがにね、気使って、うん、いかんけど全然映ってない、異常なし。そうだね。あとさ、うん、なんかさ、うん、配信者さ、うん、たまに脇がいない？おるかも。だよね。なんかふわっちってさ、狭い世界じゃん。そんな脇がに当たることないじゃん、うん、たまにいるんだよね、脇がが。いるかも。誰とは言わないけど、うん、うちもあるな、脇が率、うん、高
回なんかいじってしまいそうになる時があるなんかポロッと。でもなんかそれもね、うん、言うべきなんかどうかだよね。そもそも迷う、言っていいんかなこれ。本人は気づいてないんだと思うよ。うーん、多分気づかんっていうね、うん、あれ。でもなんかそういうのをなんか言ったら言ったで、うん、なんか最低とかなんか言われそうじゃんみんなに。絶対言われる。めんどくせえから言わないよ。だから、うん、教えてやんないよ、うん、そう。男性廃止者みんな脇がにしか見えない。いや私女で臭いって思った人いないけどね、うん、で奈々ちゃんはめっちゃいい匂いした。いい匂いするよね。うん、すごい女の子みたいな、うんうん、実物の方がなんか目がキラキラしてオーラがあった。オーラすごいよね、うん、あとひどんなさんもオーラあったような気がする、うん、的なのもあんのかな、うん、くるちゃん最近配信してないよね。くるちゃんね、あ、サムネ一緒に撮ろう、うん、あ、気持ちいい、うん、オッケー、もう一回いいよ。